ドイツ、スウェーデン、オランダでのより良い生活を夢見て、欧州への危険な旅に出る難民たちの口から行き先として出ない国がある。それがフランス。フランスは、欧州2位の経済力を誇り、かつては、難民申請者の約束の地だった。しかし、今、なぜ避けられているのか。フランスは私の未来に良いと思わない。何より、居住許可が出にくいことで有名だ。と、イラク、バグダッド出身でフィンランドへ向かうという男性、24歳は、そのように話す。さらに、フランスへと向かうことは、お役所仕事、と、英語を話そうとしない不親切な公務員のせいで、何ヶ月間も屋根なしの生活を送ることを余儀なくされるとの噂も広まっているのだ。約35.0万人が失業中というフランスのお国事情もあり、同国の経済状況も魅力的には映らないのは当然と言えるだろう。フランスは、観光に訪れるのはいいが、仕事は見つからない、と、シリア出身のアブドゥルラーマンさん、26歳は話す。フランソワ、オランド・フランス大統領は今月、最大1000人の難民を受け入れると発表した。毎日、何千人もの難民の流入に対応しきれなくなったドイツを助けることを意図したものだった。フランス政府は、すぐにドイツ、ミュンヘンに、移民担当職員を送り、フランスで難民申請をするよう難民たちの説得を試みたのだ。しかし、手配したバスに乗ってフランスにやってきた人の数はなんと600人に満たないありさま。今のところ、この数が増える予定もないと移民当局者は語る。そして、それ以上のコメントは得られなかった。2011年に、シリア内戦が始まって以来、他国へ逃れたシリア人の数は400万人に上るが、フランスで難民と認定されたのは、わずか7000人足らずとなっている。フランス政府は、今後2年間でさらに3万1000人の難民の受け入れを約束している。それに合わせて、難民認定プロセスの迅速化や、提供できる住居の数も増やすよう努力しているという。しかし、果たしてその約束は実現に至るのだろうか。